と言いました。上手だった。あんたも上手にできた。よし、見せていただいてあげてよ。もう一人やってもらいたい。はい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 、前で話してくれると。はい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 、小島くん、あ、小島くんね、小島くん来て。小島くんはね、お話し上手なんですよ。今の杉浦くんのように上手にやってよ。今日のチャンプ、チャンプです。よし、待ってみろ。先生今度聞いてるかな。ウサギさんが、そしたら飛行機はどうなりましたか。騒ぎにかかってしまいました。ウサギさんが泣いてる、泣いてるとこ出てくるか。誰に来ましたか、そこで。そう、サルさん来ました。で、サルさんは何て言ったの、覚えてる。取ってあげるよって言ったんだ。それで、レグさんさんは何て言いましたか。うまいじゃん、あんた上手できたじゃん。みんな手叩いてあげてな。よかった、よかったぞ。よし、いいよ、戻っていいぞ。よし、さあ今度はもうちょっと話をつなげてみましょう。今日はカードがあります。怖いお話、どんな話ができるか知りませんよ。サメと船、おばあさんいいか。この2つの言葉、サメとサメ、サメ上手だな、と船という言葉を使って簡単で話を作ってくれる人。おお、宮君早かった。宮君行ってごらん。サメが船乗りました。面白い。サメが船に乗りました。でも乗ることできないと思うんだけどな、先生。できるよね。できないよ、死んじゃうよ。まあそういう話もできるかもしれないね。船につなげればトン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 って乗ってくる。まあ、チャンプなんて言った今。じゃあチャンプちょっともう一回作ってみて。サメと船でお話作ってみて、チャンプ今日の。はい、どんな話？サメが船に。似てるとちょっと待って、船にいいよ。船にどうしたの？何かないか。サメが船に何かない。見ました。え、を見ました。あ、それでもいいじゃない。サメが船を、をにすればいい。船を見ましたな。これじゃあ自動車とお日様、これはできるだろう。日様と自動車。はい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 。大場さん、お日様と自動車作ってく。武田さん、さあ何かないか。お日様と自動車、あんまり難しく考えるとできない。僕できる。じゃあチャンプ。様が車に見ました。お日様が車を見ました。おお、車だって。まあいいだろう、みんな手叩いてあげてよ。じゃあお父さんお母さんと子供、お父さんお母さんと子供、話を作ってくれた。最初の手挙げてんの、挙げてない。お父さんお母さんと子供、話を作ってくれた。桜田くん、桜田くん、さあどうする。
お父さんお母さんという言葉と子供という言葉を合わせて何かお話を作る。ほん。他に作ってくれる人。はい。ミヤ君。お父さんとお母さんが子供と子供何遊びました。仮面ライダーごっこをして遊びました。じゃじゃーん、今日は仮面ライダー持ってんだ先生。わかるかお前たち、仮面ライダーエクストラな、仮面ライダーサイクロンエクストラ、仮面ライダー、わかるか？で、これは仮面ライダー何だったっけ？仮面ライダージョーカー。ジョーカー。あんた知ってる？知らないのはモミだぞ。すでに漢字で書いてある。これダブルだ。ねえ。何が？すでに漢字で書いてある。漢字で？わーお、仮面ライダー書いてあるわ。これダブルだぞ。どうしてダブルかっていうと、色が2つついてるの？で、こっちから見るとこっちから見ると色が違うじゃない。なあ。これ貼っておく。大事ないだ、これ。さらにね、今日はコマもあるんですよ。さらにご飯コマもある。じゃあ次、お花とスコップと島。はい。これは難しい。はい。はい。はい。カシャマ君、カシャマ君。島にスコップでお花を。できた。先生が聞きたかった上手な話だ。みんな手叩いてあげてよ。もう一回叩いてやってよ。いい話だそれ。無理がない。サメが船に乗ったってよりはいいんだぞ。いいな。島にスコップで花を植えました。いい話だろ。よし、山、子供、海。はいはいはい。それはどうする。岡崎さん作ってくれる？はい、じゃあ岡崎さん。どうした？海じゃなくて海が見える山ね。それから子供。さあどうする。子供が山に登って、そして海はどうする。うん、海を今いいとこまで行ったんだよ。子供が山に登って海はどうする。うん、子供が山に登ってどうする。さあ、この続き作ってくれる人。はい、はい、はい、武田さん、はい、はい、はい。子供が山に登って、それでいいんだ。今の上手だったね。二人でできたんだぞ。いや、岡崎さんと二人で作ってくれました。子供が山に登って海を見ました。岡崎さんと武田さんに手叩いてあげてください。ね、じゃあ浮き輪とリンゴと魚と、はい、まだまだクレヨン、今度4つ。はい。順番はどういう風でもいいです。こうでもいいし、こうでもいいし。クレヨン、リンゴ、魚。なんじゃこりゃ、なんじゃ。誰か作ってくれしませんか、これは。はい、なんじゃ。大場さん。浮き輪が。うん、浮き輪が魚と、うん、リンゴはどうする。浮き輪と魚がリンゴを食べました。よし難しいねこれ。